good evening. Good evening. Yes, we can. え、キャンキャン。わけのわからないことやんのこ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。私無事にニューヨークから帰ってまいりました。そして新しい顔になりましたわけでございまして、ニューフェイスになりました。何を、一番やったことを言ってるかわかりませんけども、今日はですね、観客がですね、うるさくて仕方ないんです。本当に。もうさっきからですね、もう、たまったもんじゃございません。美女が2人おりまして、あれですが、本当に皆さんね、冗談はさておき、ニューヨーク非常に楽しかったですが、私ね、何が一番良かったかというとね、飛行機を制覇したことにものすごい自信がついたんですね。実はね、20代の頃はもう何度も行ってるんですよ。海外へ何度も飛んでね、アメリカはどうでしょう、ロス、ラスベガス、ソルトレイク3回、だから5回、オーストラリア、いろいろ行ってるんですよ。ほんでね、空いたんですね。10何年か、20年ぐらい空いたんかな。で、その20年ぶりに、行こうかと思って、今年はもう行っちゃろうと思って、行くと決めた時に、この缶詰になる状態、要するに、パッとチケット見たら、飛行場から飛行場まで15時間乗らなあかんと。それを聞いたときに冷や汗もになってですね、これいけるんかなと思いましたけども、なんのこっちゃなかったです。意外と楽しかったです。ただですね、これ僕ほんまに思ったことは、日本の文化とその今、アメリカの文化、いろんな部分があるんですけど、一番何思ったかというと、アメリカってものすごく豪快やなと思ったんですよ。豪快な割に、なんでこんなケチいんやろと。この差は大きかった。例えば、飛行機の中へ入ったら、こんな巨体の人がいっぱいいてますわ。でもシートはこんな小さいんですよ。みんなはみ出てるわけね。だけども、その、なんて言うんでしょう、ドリンクのサービスなんかはもりもり積んでくれるし、ついでくれるし、その食べ物なんかもバサバサバサっと切りくるんだけど、なんとも言えないギャップ。トイレは小さいんですよ。知ってます？入ったことあります？ユナイテッド工業です。もう普通大きなジャンボやから大きいと思うやん。入ったらこんなやつ入ってるからだからね。ほら、こんな巨体の人ってどんなやって入るのよと思ったら、これ方向機関さんか、お相撲さんと一緒で、こう後ろから入るらしいよね。ほで、後ろから入って、ほで、バーンとドア閉めたら、もうガーンってなる。前やっぱこういう関係なのね。お尻がこう三角みたいな、逆三角みたいになって、で、それをこんな感じでして、なんちゅう、押し上げて、出たり入ったりするっちゅうんですよ。で、それ聞いてね、僕ね、ほんまに思ったのは、一番思ったのはそれ、そのギャップ。日本ってものすごい狭いのに、コンビニ行っても、どこ行っても最近どう思います？駐車場なんかものすごい広を取ってるよね。だけど、そのニューヨークって言ったらなんかこう世界のなんかこう最先って昔は思ってたけど、もう最近ではね、結構ね、こんなに言ったら失礼かわからんけど、建物があるのに、なんかゴミがそこら中にこうバーッと盛られてるとか、なんかすごくその、いいところと悪いところ両方見えて、で、特に食べ物なんかでも、ジャンクフードね、あんなばっかりしかけへんし、で、僕もほんまにこれ、自分で言うのなんだけど、もう芯からジャパニーズやなと思いましたね。もう1日目、2日目でもうこう和食食べたって探して、結局、もう何もよう食べになってきて、普通もニューヨーク行ったら太ると思って、太らんかった。帰ってきたら3キロ痩せてましたからね。で、今これですわ。帰ってきてすぐ食べたんで、もうまた太りましたけども、そんな感じで、ニューヨークというのは非常に楽しかったんですが、そのニューヨークと日本をこう駆け足でずっとしながら感じたことで、ちょっとね、いくつかありますんでね、せっかく、今日僕はその感じたことを写真撮ってきて、で、宇佐美さんなりみんなに、なんか笑われてしまったのは、ブログで、修学旅行じゃないんやだから、修学旅行みたいに喜んでブログでいっぱい写真撮ってるって言われたんで、そら撮りますよ、宇佐美さん。これ僕、一眼レフのこの大きなキャノンのカメラとこのパソコン全部持ってずっと向こうへ持って行った限りはですね、絶対いろいろ撮っちゃおうと思って撮ってきたわけです。入ってきましたな。で、もうそこへ持ってきて何しかこう見て、こんなもん重たいもんまで僕、こうできてね、こう。行ってきましたね。ありがとうございます。これ見て、これものすごい重たいでしょ。こう。もうちょっと重、どしんとやってくれ。ね。ね、重い。重いでしょ。ニューヨーク。
でね、あの知ってる、はい、スーツケースの、うん、あの重量制限ってあるやん、うん、で僕らはこんな重たいもいっぱい入れた、ほんで化粧品もいっぱい買うから、はいはいはい、重たいんですよ、うんうん、ほんだら女の子も行っちゃったんですよ、うん、はいはい、半数以上は重量オーバーで、うん、またそこで広げてうわーっと起きやな、うん、だからそういうこともね、やっぱり海外ってね、いろいろ気をつけなきゃいけません。こんな重たいもん僕買うたもんやから、はい、これもう一回やってくれる、うん、そうそうそう、はい、なんかしゃべりたいでしょ。いやいやいや、もうどうからもんかな。まあそんなこんなで、これ、はい、ま、これ何刀って言うんですか。え、なんか書いてるで、うん、これ何刀、これ島やねんな、うん、さっき言うとったよね。